こというとバランス感覚が優れていることでも有名です。ということで次に使うものこちら細い丸太。この丸太になんと両方足で乗ってもらいます。では丸太こちらにセットしましょうか。それではセット完了。あれでも挑戦する猫いませんね。実は自分の出番が楽しみでステージのどこかで待っているようです。皆さん猫見かけてませんか？あの猫寝てるだけです。どこから来ますか？皆さん足音が聞こえてきてます。